絶望放送 DJ CD 第1巻海辺のポロロッカ。愛しき先生、おめでとうございます。紫藤さん、あなたはこの放送でしょっちゅうおめでたがっていますね。今度は何がおめでたいと言うんですか？もちろん絶望放送がこうやって CD になったことですよ。 CD になったことの何がおめでたいんですか？いつもの放送ならアーカイブが消えてしまえば塵も残さずなくなりますが、 CD になったということは嫌が王でも物として残るじゃないですか。松代までの恥さらし、いや、私がこの世から消えた後も私を苦しめようとする来世までの嫌がらせです。そんなにネガティブにならなくても。それにこんなもの、新規取り下ろしとか歌っていても実際は通常回を2本分 CD にまとめただけ。普段ならタダで聴けるものを3000も出して買うなんて愚かの極みというもの。リスナーの皆さん、フロンティアワークスのありがちな商売に踊らされてはいけません。嫌だな、そんなわけないじゃないですか。おや、フーラさん、いつの間に。この絶望放送の視聴者の皆さんはいつもいつも、ああ、こんなに楽しくてためになるラジオを無料で聞いて申し訳ない、ましてやコメントつけてニコニコして賛成とか感じていたに違いないんです。そうですかね。もちろんそうです。だからリスナーの皆さんのそういう加害者意識を癒すためにわざわざこんなに高い値段をつけて CD を発売するんです。決してぼったくりなんかじゃありません。これはいわばリスナーの信仰を試す踏み絵に他ならないんです。踏み絵って。では MP3 で今までの放送がまとめられていないのも踏み絵ですか？踏み絵です。特典のステッカーを久米田先生が書いていないというのも踏み絵ですか？踏み絵です。ゲストが野中愛さんだけというのも踏み絵ですか？もちろん踏み絵です。iPhone 来たーというだけで必ずこの CD を買ってくれるんです。ネギマファンは。ネギマファンが頼りなの？この CD、 なんというポジティブな考え方。先生、目から鱗が落ちました。全然ポジティブじゃありません。CD をお聴きの皆さん、さようなら。2年へ組担任、愛しき望み役の神谷博史です。さようなら。2年へ組出席番号28番、人を並役の新谷涼子です。そしてこの CD のゲストは。皆さんさようなら。2年へ組出席番号10 14番。何でもええから14番。14番。はい、すいません、ちょっと出席番号って言うとなんか何万なきゃいけない気がして、なんかネギマの時計にそうなのか、キャットペンだったね。あ、そうかそうか、なるほど、うん、スタッフが爆笑してたけどね。俺らわかんない。わかんないや、うん、まあどうせリスナーもわかんでしょ。フーラカフカかっこペンネーム役の野中愛です。わ、いらっしゃいませ。いや、今回 CD 版ということで、はい、何が違うかというと。何が違う？いや、非常にミキサーさんがですね、ちゃんとマイクであの声拾わなきゃっていうんでマイクの調整3回ぐらいやった。いつもより多かった。いつもだってしないでしょ。うん、自分でやるもんね、こうやってね。やっちゃう。あ、自分でやっちゃうからダメなのかな。うん、まあ取れてればいいかみたいになってんじゃん。CD の時は今回細かかったですね、ラジオの時はね。うんうん、いや、さすが CD だけあってね、ちゃんと声を取ろうっていうのが伝わってきますね、みんなね。素晴らしいですね。手が込んでますね。うん。その通り。マイク調整はいつもの仕事だから。手が込んでる場合じゃないからね。かわいいなぁ。まあでも、愛ちゃんを呼ぶってことは本気ですよ、この CD。本気ですよ。やっとです。本当です。本当に。ようやく聞いてて。噂、どんな噂を。どんな噂？ラジオやってるらしいよ。その程度かよ。ああ、そうかそうか。そうかそうか。よかったね、もう。ねえ、来れてよかったです。うん、通常放送の方にも来てくださいよ。ね、本当ですよ。ね、呼んでくださいよ。ぜひぜひ、スタッフさん。スタッフ笑ってますけどね。あ、プロデューサーがいない。プロデューサーがいない。なんだそれ。なんで？CD の収録に絶望。絶望的だ。どうしていないかな。え、本当に来ないの？今隣にいる。隣？なんだよ。なんだよ。そっちの方が大切か。なんて番組だくそ。まあいいや、後で調べてやろう。では、はい、この CD の標語をどうぞ。絶望ネームワンワールドさんから寄せられました標語。いやだな、ヤギ対ロシア女が AV なわけないじゃないですか。あれはきっとアニマルセラピーですよ。アニマルセラピーですよ。さよなら絶望放送 DJ CD 第1巻。この CD はフィクションであり、登場する人物、団体、組織名、タイトルは架空のものです。SZBH、 SZBH、 こちらは
さよなら絶望放送です。放送はミニ番組だけのラジオです。では今回はこの番組から、新番組、なりうれ絶望の谷谷。こちらは普通のお便りを紹介する番組です。はい、愛ちゃん宛てのたくさんのメッセージが届いたので紹介したいと思います。はい、早速ですが、はい、絶望ネームウイロウリケンシンさんからいただきました。大変ですね。iPhone お久しぶりです。お久しぶりです。ネギマッシャイ。ネギマッシャイ。絶望放送は聞いたことがないのですが、 iPhone がゲストに来るということでメールを送らせていただきました。はい、パーソナリティさんのこともよく知らないので、 iPhone 神田さんについて語ってください。神田さんについてですか。だって神田さんは私の先輩で、はい、なんか楽しくラスト20代を楽しく生きてらっしゃる先輩です。はい、相変わらず楽しそうですね。生き生きキラキラしてまして、はいはい、牛丼とか食べるときは美味しそうに食べてらっしゃってます。そんな先輩です。ね、そうだね、はあ、かんちゃんでしょこれ、はい、知ってる知ってる。あ、そっか、よかった、そっちのかんちゃんか。あ、なるほどね、神田さんね、あ、そうだよね、いろいろ美味しそうに食べるよね。美味しそうに食べてらっしゃるね、相変わらず。唯一松来さんとタメ張れる人ですからね、あ、食い物に関しては。あーって二人とも納得しちゃった。なるほど。なんかよくね、みゆちゃんの日記に出てくるなと思っていた。神田さんですか。はい、かんちゃん、そうですよ、かんちゃん対松来さんですよ。対そうなんだ。へえ。というか他にもツッコミどころあるんじゃねこのメールよ。ねえ、まあいいか、スルーするか。うん、こんなんで心が折れていたよな。この番組できねえからな。そうだよ。じゃあ次行こう。はい、絶望ネームあさぎさんからいただいております。おどうす。ゲストの野中さん、さようなら。お、さようなら。野中さんはゆうさんと某魔法先生でコンビと呼ばれるほどですが、野中さんから見てゆうさんの魅力って何でしょう。ゆうちゃんの魅力か、うん、魅力、ゆうちゃん楽しくて面白いけど、なんかミステリアスを残してるから、そこを知りたくなる。おー、なるほど、なるほどね。なんか確かにミステリアスだと思う。とても奥が深い。どうやってなんかああいう風に成長したのかな。わかる、気になるそれ。普段どんな風に生活してるのかとかね。家庭環境とかあんまり面接とかで聞いちゃいけないけど、面接家庭環境聞いちゃダメじゃないですか。でも知りたいんです。へえ、まあでも確かにね、この番組にもねゲストに来てくれたんですよ。そうそう、一回来てくれてね。でそこで分かったことは、小林優に野菜生活を与えてはいけないっていうことが分かりました。なんか事件が起こったんですか。軽くね。軽くじゃなかったですけどね。3回ほど事故が起こりましたけど。すごかったの本当に。まあ他にも突っ込みどころあると思うんだけどな。これね、まあでも、まあまあするしょ。マイカマイカちょっと。続きまして、はい、絶望ネーム緑美さんからいただきました。ありがとうございます。野中さんはパニポニダッシュで一条さん役を演じられましたが、野中さんと一条さんで似てるところはありますか。ああ、一条さんと似てるところですか。そうですね。一条カフカじゃなく一条さんと似てるところ。ありがとう、ありがとう、アイポン。でもそうみたいなんだよ。そうですね。どこ似てるのかな。まあな、うん、書いてあるってことはそうなんだろうなこれな。そうですね。うん、何でしょうかね。似てるところ。似てるところです。まあ性別は一緒だよね。あ、そうですね、女の子です。そう、あ、一条さんのぞみっていうんじゃなかったっけ。のぞみっていうんだよね。そうです、そうです。のぞむ、のぞみ、あれ、のぞみ妹かな。あれ三兄弟なんです。あ、一条三兄弟だったんだ。三兄弟なんです。三姉妹二人だと思ってた。妹はちっちゃいのいたよね。ちっちゃいのと間にもう間いるんだ。そうなんだ。なんかたまにさ、あのアフレコやってる時に一条さんのボールドがこのだから、あの愛しき望むの望むのさ、同じで出てて、ああ名前のぞみって言うんだと思ってさ、あの時。そうね、まあ、詳しくは氷川先生に。そうね、はい、セキュにメールして聞くじゃん。聞いていただいて。何のラジオだこれ。おい、
絶望の。ああ、本当だ。三人が三人とも。そうだね。変な方向に。てかもうスタッフもそうだから一体感が。ああ、妙な一体感が。ちょっともうそれでもいいかみたいな。空気読みすぎじゃないこれ。本当だよね。読みすぎちゃってちょっと行き過ぎている気がするんですけど。まあじゃあスルーしますか。じゃあ次。いいのかなこの CD。はい。絶望ネームヤシガニさんからいただきました。おどーす。怖いよ。絶望先生の、お、来た。絶望先生の DVD と CD のラジオ CM を、とある番組で聞いたのですが、ナレーションがアイポンでした。はい。なぜ神谷さんではないのでしょうか。これなんでですかね。僕こういうので呼ばれたことないんですけど、確かにテレビ CM とかラジオ CM、はい、愛ちゃんやってるじゃん、はいはい、うん、まあそれは問題ないと思うんですよ、うん、そうですね、はい、そうだよ、そうでしょうね。2番目だもんね確かあれキャスト表ね、はい、はい、まあね、そうですね、一番上神谷さん、主役は絶望先生ですもんね。まあほら過去にさ、うん、あのドラマ CD ではほら僕の名前なかったっていうことがあるそう、ドラマ CD の出演者のところがなんだっけ、野中愛、井上麻里奈、小林優ほかみたいになってた気がする。ほかになってたんです。まあ、リョコちゃん名前あったよね。いや私もなかった。なかったんだっけ、うん、なかったなかった。まあ私は必要ないけども、ほかだったんですよ僕って多分、うん、レコード的には俺の名前いられんだよ。俺の声と名前いらないってことなんですよ。声はいるんじゃない？要はね。声はいるんじゃない？だって声もいらないでしょ。だって CD とか、そうか、CD ね、そう、発売の時あれ、あれだったんですきっと。ほら、映画とか大御所さんが最後に出てくるじゃないですか。はあ、神谷さんはそこの位置だったんです。ちょっと書ききれなかったんじゃないですか。ポジティブ、ね、これなんかコーナーがなんか行く次に、他って書いてあったんだ。だって他って他だった。はい、確かに多分愛ちゃんの声じゃないと客さん呼べないと思ったんだろうね。以上ラリルレ絶望の谷谷でした。ああ、後半はお会いできないと思いますけど、さようなら。こちらはリスナーが最近思わず絶望したと口走ってしまった、心で思ってしまったエピソードを募集し、〇〇に絶望したと神谷さんが無駄に素敵に読み上げてくれる番組です。頑張ります。はい、お願いします。というわけで早速、絶望ネーム密林炎上さんからいただきました。絶望した！ネギラジとかパニラジとか中途半端な収録内容のラジオ CD を総集編とか言って売るフロンティアワークスに絶望した！温泉だったら完全収録データ CD に取り下ろしオーディオ CD をつけてくれるのに！はぁ、これはまあ、あ、そうなんだ。結構ですね、大変なんですよ、これ作んの。そりゃそうですよね。そらね、なんか知らんけど、うん、MP3 かなんかでデータレスさ CD に1枚に入れて、うん、編集ノー編集でね、ダーって入れてはいはいっつって焼くだけだったら簡単ですよ。簡単ですよ。それをね、うん、編集して面白いところだけをこう抽出して皆さんに聞いていただこうという心意気なわけじゃないですか。そうですよね。もう一回だって聞き直さないといけないですからね。そう作る側は ね。どうですか、アイちゃん。ディレクターズカット版ってやつですよね。ハラミズで違う、その通りですよ。総集編じゃないってことですよね。そうです、そうです、そうです。ディレクターズカット版ってやつですよね。うまいこと、うん、うまいことエッセンスだけを抽出してるってことですもんね。面白いとこだけ。まあね、うんうん、面白いとこ取りってことですよね。その通りです。そうそう、それ面白いとこ取り、まとめてあげてるんですよね。そうです、そうですよ、あげてるんですよ。ちょっと上から嬉しそうに、はい、その通りですよ。だってそんなさ、すごい長いわけじゃないこの番組なんか知らんけど、30分オーバーでしょ大体、毎回毎回、ね、うん、それがさ十何本とか入ってて聞かないでしょみんな、うん、聞きますか。っていうか、もともとラジオって週一でその時間に合わせるってものじゃないですか。まあその通りですよ。でその時間だけしか聞けないから面白いわけじゃないですか、もともとのラジオは。まあね、それを4週分アーカイブ残ってるだけすごいと私は思っていたら。本当だよね。そんないつでも聞けたら、なんかちょっと考えるよ、もうちょっと内容。私、あ、ちょっと待ってもうそんな残るんだったら、あ、ちょっと待って、今これそういう
あ、いやいや、今日は考えてますよ、とか。お、本当に今日かなり喋ってるの？いつもと変わんねえ気がするんだけど。お、新谷涼子なんか今日は違うらしいぞ。みんな、ちゃんと傾注傾注、ちゃんと聞いてね。やって、やって。ついていきましょうか。もう怖いよ、じゃあ、アーコン。はい。紹介してあげてください。はい、絶望ネーム、エコノミーさんからいただきました。絶望した！ iPhone のラジオ視聴者層の低年齢化に絶望した！10歳の子からの投稿とかありましたよ。深夜ラジオなのに。10歳。10歳の子から。そもそも何時にやってるんですか？うん、私深夜1時とか。10歳の子がですね、確か。どうしてるんだろう、10歳の子。聞いてんじゃない、でも撮って聞いてるのかな。あ、わかんない。そうかもね。今録音できるからね。そう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 、時間に合わせてね、うん、だったらいいけどね、オンタイムで聞いたらちょっとね、ちょっとね、大変ですけど、ね、どんな内容のメールが来たんですか？ラジオ関西さんの方では、私の番組の前に、うん、うちの大先輩のラジオをやってらっしゃるんですね。大先輩、はい、王氏です。王氏、王氏、王さんが、王さんがやってらっしゃってあ、はいはいはい、そちらで私の話題が出たらしくて、うんうんうん、王さんが、うん、こんなこと言ってましたよ、アイポンっていうのをなんか一言報告してくださって、うん、なんで10歳の子だから、あ、じゃあ私もこう伝えといてくださいねってこう優しくお答えしたんですね。なんでラジオ使って文通しちゃうんですか？だって同じ事務所なんでしょ？そうなんですけれども、ね、なんかね、10歳の子が可愛らしいので。なるほどね。深夜ラジオ、10歳の子が聞くようになりましたが、まあ、愛ちゃんのラジオは聞いてもいいですけど、まあねまあね、王さんのラジオ聞いちゃダメだろ。ちょっと心配ですね。ダメでしょう、ね。間違いなく R15 指定ですからね。なんかね、そうですよね。あの人の喋ってること全体がね、あの人の存在がね、存在は18禁かもしれんな。R18 かもしれんな。ちょっと危険だ、うん、そんな、ダメだぞ、10歳の子。なんつってね。はい、じゃあ続いていきましょうか。はーい。絶望ネーム、アニメ支店長さんからいただきました。絶望した！妻が家中にムンクの叫びを飾り出して絶望した！これは絶望するね。なんで？わかんない。何を訴えたいんだろう、妻。一箇所でも嫌なのにさ。確かに、確かに。あれ夜見たくないよね。いや、ちょっと叫びたい衝動に駆られてるんですかね。叫んだらいいと思うよ。それよりは。それは叫ぼうよ。それをさ、アンに叫ぶんじゃなくて叫ぼうよ。しかも家中に貼るんだよ。なんでだろう、どうしちゃったんだろうね。わからん。ちょ、なんか聞いてあげた方がいいんじゃないですか、どうしたって。そうだね。どうしたのかなって聞いた方がいいよね。まあでも答えてくんないのかもしれないよ。あー、でも答えてあげく、アニメ支店長さんも叫びを飾り出したくなる衝動に駆られるかもしれないですよね。あー、それも微妙だね。そういうことだったんだ、じゃあ俺もみたいになって、本当に家中。文句だらけになった。それでなんかちょっとなんか注目されるかもよ。なんかあの家ムンクの叫びいっぱいあるらしいよみたいになって、本当にいいなんて言ってテレビが取材しざらが来たりして。あー、うん、でもな、それもさ嫌だね。うん、そういう間違った方向で注目だよね、それね。うん、それはちょっとな、うん、これは絶望だね。絶望的ですね。絶望だわ、本当にね。はい、続きましていきましょうか。はい、もうお願いします。はい、絶望ネーム、前頭部も絶望したさんからいただきました。かわいそうにね、本当に。絶望した！メインヒロインなのに CD でしかゲストに呼べない絶望放送の低予算に絶望した！これは、あの質問なんですけど、うん、CD だからといってギャランティーって上がるんですか？そうなのよ、そこなのよ。え、上がるんですか？上がるんですか？あっと、タイパン。嬉しそうな声出さないぞ、これ。上がるんだ。これ上がるんですか？通常放送よりも CD の方が高いみたいな。え、だったら、交渉中！交渉してるんだ！頑張れ、弊社マネージャー5等。本当だよ、ちょっと頑張ってもらえないと。それなりのトークをね。だって後から聞いてすごい高かったら、うん、申し訳ないじゃないですか。あ、そうだね。そうだね。あんなトークで、みたいな。ちょっと本当、あんなトーク。あんなトークで何万もみたいになったら、やるので、ちゃんと喋っとこう。
最初からそのつもりで来てください。すごい、ちょっとじゃあ頑張ってください。そうだよね、まあ、これから頑張りましょうね、はい、皆さん、いろんな世の中いろんなことに絶望していきましょう。絶望した丸々に絶望したでした。ラジオに続く。SZBH SZBH、 こちらはさよなら絶望放送です。さよなら絶望放送は毎週火曜更新、アニメート TV で聞いてくださいね。この番組ではリスナーからの悩みを受け付け、フーラさんのようにでも丸々すればポジティブになると無理やり強引に解釈します。あ、本物はいいですね。本物ですね。いいですね。それだけでもこのシーンの価値あんじゃね。あるあるある、ありますかね。あいちゃん今いい仕事したと思う。そうだよ。じゃあちょっとなんだその目線は。じゃあまず、絶望ネームヤッキーさんからいただきました。最近よく鳥や虫が顔面にぶつかってきます。鳥は地味に痛いです。これ地味に痛いの使い方間違えてないですかね。うん、鳥は、ね、そもそもこれポジティブですように送ってくるメールなのかな、うん、意味がわからないですね。当たりますか虫。私ね、コウモリある一回。コウモリ、そう、コウモリって普通さ、なんか音みたいなの出してるから、そうそうそう、出してるはずなんだけど、一回私が地元で自転車乗ってた時にドンってドンってコウモリ当たっちゃった、うん、でそのままこけた。どっちが、私が、コウモリも分かんないけど私がこけた。ほう、なんでコウモリだって分かったの。だって顔面に来たんですよ。コウモリがいっぱい飛んでたの、うん、あ、飛んでたんだ。あのね、うちの周り、あれ飛ばない。いや、飛ぶ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 、うん、都内でも飛んでるよ、コウモリ。本当ですか。あ、いるいるいる。へえ、なんかうちの周り夕方とか結構飛んでて、うん、それがドンって、おー、黒いものがドンって、すっごい痛かった。それは痛いだろうね。しかもコウモリって意外と大きいでしょ。うん、それが顔面に来たからもう完璧こけちゃって私。そりゃそうだよね。びっくりしたことがある。っていうか鳥って当たるんですかね。鳥は、でも鳥は痛いどころじゃないよね。多分だって正面衝突したらくちばし刺さるよね。どうぐさっといくよね。そうそうそう、すごいことになると思うんだけど。なんか車で走ってると夜の高速とか田舎道とかだと結構虫がねすっごい当たって、うんうんうん、後になってこうやって、ね、そうそう、フロントガラス見るとめちゃくちゃ汚くなったりとかするんだけど、うん、でも鳥とかはないぞさすがに。怖いよね。鳥入ってくることありますけどね。どこに。あの建物の中に。ああ、それはね、びっくりした。目かと思った。ちょっと怖い。それはちょっと建物とか入ってくることある。これどうポジティブにしたらいいか分かんないので、次行きますか。ポジティブの神様、一応一言はお願いしますよ。そう、鳥にぶつかって当たり当たり当たりそれだそれだ絶望ネームメタボマリオさんからいただきました。僕が近づくだけで除湿機がいきなり作動します。なんとかしてポジティブに考えたいのですが、いい案が思いつきません。だそうです。これどういうことでしょうかね。神様、神様お願い。これはどういうことでしょうか。神様お願い、うん、あ、俺読み方間違えた、ごめん、もう一回いくわ。ちょっとマジ、僕が近づくだけで除湿機がいきなり作動します。何とかしてポジティブに考えたいのですが、いい案が思いつきません。あ、神様、神様、どうしたらいいですかこれ。神様、多分、うん、乾いてないんですよ。それまんまじゃねえかよ。何、どういうこと、乾いてないってどういうことですか。乾いてないんですよ、こう、あ、心が乾いてないんです。心が乾いてないんです。おう、潤ってるんですよ。素敵、すごい、お、素敵、神様、なるほどね、それ潤ってるから、もうそれでいいや。神様すごい、神様すごい。心が潤ってる。どんな除湿機だぞ。ワラセールスマンとかが売ってそうじゃないですか。本当だよ、ね。続いていきましょうか。はい、と、絶望ネーム、小林寺憲法さんからいただきました、はい。この前、ひいじいちゃんの衣装を見つけたので読み返してみると、不発弾のありかが記されていました。どうしたらいいでしょう。これは厄介だな。これはちょっとね。これはね、どうしたらいいでしょうっていうかね、小林寺憲法さん個人でなんとかなる問題じゃないからね。これは国レベルの問題ですから。
怖いよこれは。おじいちゃんもどう、なんでそれ不発弾ここにあるよって分かっちゃったんだろうね。埋めたのかな自分で戦時中に。怖いね。それともなんかおじいちゃんが野良仕事とかやってて、うわこれはっつって見つけちゃったのかな。これやべえ埋めとくかっつって。怖い。それはそれで怖い。どうなんだろうこれ。どうしたらいいでしょうかね。これどうしたらいいですかね。ちょっとなんか読んでいくうちにちょっとこれ面白くなってきた。どうしたらいいでしょうっていうかね。ひいじいちゃんってあたりが本当にリアルで怖いですよね。まあね、あのそもそもこの番組に送ってくるメールじゃないから、ね。間違えてるこれね、なんかどっかの国とかね、あの役所的なところに、ね、役所的に送った方がいいと思うんだよね、これね。どうしたら。そうでしょうね。はい、これあのアイボンどうしたらいいですかこれ。神様。どう。あれじゃないですかね。お宝？お宝鑑定団に。こっちじゃなくてお宝鑑定団にメールしろと。ちょっと。そうだね。やっていただいたらいいんじゃないですか。あのスタジオでじゃなくて国へになっちゃうそれ。そう。スタジオでじゃなくて国へになっちゃう。すげえな。すごいな。はい。疲れた。すごいな。じゃあ愛ちゃん一言お願いします。お願いします。はい。皆さん。ポジティブになれましたか？ポジティブになれましたか？ポジティブになれましたか？SZBH SZBH こちらはさよなら絶望放送です。教育的避難番組。自分も罵ってください。こちらは知恵先生が薄井くんを罵るように罵ってほしい理由や言葉を募集し、私たちが罵ってあげる教育的避難訓練番組です。あくまでリクエストなので、初めて視聴される方は勘違いしないようにお願いします。お願いします。それでは早速いきましょうか。はい、はい、絶望ネーム攻撃力1900さんからいただきました。野中さん罵ってくださいということで、野中さんお願いします。よろしくお願いします。 Repeat after me。 受験生なんだから勉強しなさい。受験生なんだから勉強しなさい。ありがとうございます。きっと頑張れると思いますよ。続きまして、絶望ネームかなめさん、女性からいただきました。私は受験生なのですが、勉強もせずにこのラジオを聞きながらぼーっとすることが日課になっています。ぜひ罵っていただきたいですとのことです。それではこれは新谷さん、はい、お願いします。はい。 Repeat after me。 こんなつまんないラジオ聞いてないで勉強しろ。こんなつまらないラジオ聞いてないで勉強しろ。ありがとうございました。いえ、きっと勉強すると思いますよ。よかったです。はい。続いて、絶望ネーム光明の罠さんからいただきました。神谷さん希望です。よろしくお願いします。はい。 Repeat after me。 たまに今年受験なので応援してくださいってメール来るけどな、本当に頑張るやつはラジオなんて聞いてねえよ。たまに今年受験なので応援してくださいってメール来るけどな、本当に頑張るやつはラジオなんて聞いてねえよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では絶望ネーム売れない漫画家さんからいただきました。もう何年も持ち込みやっているのに連載が決まりません。ぜひ野中さんにやんわり罵っていただきたいです。やんわりですか。やんわりと野中さんお願いいたします。お願いします。はい。 Repeat after me。 荷物まとめて田舎に帰れ。荷物まとめて田舎に帰れ。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、教育的避難番組自分も罵ってくださいでした。皆さん、あまたの避難に負けぬよう強く生きていきましょう。では引き続き CD の後半をお楽しみください。後半は面白くないですよ。予防線ですか。
ちょっと反省しました。何をですか？私ってよく普通って言うなってツッコミを入れますけど、やっぱりありのままの自分を受け入れて自分らしく生きることが大事だって思ったんです。またどこぞの歌手のような普通の意見を。普通って言うな。ひとうさん、あなたは自分らしく生きることの末路を理解していませんね。え、自分らしく生きちゃダメなんですか？もちろんです。家の外より家の中の方が自分らしく生きられるから、引きこもりになったり、3次元の恋より2次元の恋の方が自分らしく振る舞えるから、ギャルゲーをしたり、現実より空想の方が自分らしく戦えるから、一日中オンラインゲームをしたり、ことほどさように自分らしく生きる結果は悲惨な末路しかないんです。なるほど、わかりました。え、フーラさん、つまりわざと自分らしくない振る舞いをする方がいい結果をもたらすということですね。え？コメディアンやプロレスラーがうっかり議員に立候補したり、ミュージシャンや作家がなんだか残念な映画を作ったり、ギャグ漫画家なのにラブコメを書いて絶版になったりするのも、みんなみんなわざと自分らしくない振る舞いをしているのですね。あ、まあ。あと、アニメの監督が自主映画を撮ったり、お笑い芸人が映画の吹きしたりするのも、みんなみんな。それぐらいにしてください。この CD が回収騒ぎになったらどうするんですか？さよなら絶望放送はミニ番組だけのラジオです。では今回はこの番組から、ラリルレ絶望のタニタニ。こちらは普通のお便りを紹介する番組です。どうしたんですか？いや、ないですよ。どうしたんですか？なんでもないです。さあ、読んでください。はい、絶望ネーム早打ちマックさんからいただきました。どうぞーす。さよなら絶望先生のアニメ、録画したものを毎日のように見ています。僕はカフカちゃんの大ファンなのですが、2つのセリフが大好きです。第2話の結界を張らせてもらったわと、第12話の出てくる出てくるです。カフカちゃんの明るいんだか黒いんだかなんだかよくわからない雰囲気がよく出ていて、野中愛すげえ、野中愛すげえよとテレビに向かって叫んでしまいました。ちなみにのみちゃんのセリフは、のぞむ先生のセリフはカポーンが好きです。皆さんはここは注目してほしいという自分のセリフはありますか？アニメ第2期も頑張ってください。全部録画します。ありがとうございます。カポーン、どこの A かなこれ。私の場合ちょっとどこの話数の何の A なのか、どれだろうね。結構言ってますからね。言ってるね。つかカポーンって、カポーン、あんな喋ってるのに先生、まあ、そうですね。まあ早打ちマックさんには僕のセリフは刺さらなかったと。カポーン以外は刺さらなかったってことですね。あ、アイボンどうですか、ね、結界を張らせてもらったわ、出てくる出てくるが、あの早打ちマックさんは良かったそうですよ。ああそうですか、そりゃ良かった。何キャラ言われるの。そりゃよかった、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 よかった。お二人はなんか、あの、自分はこのセリフが好きだったとかってのあります？ねえのか。いや、考えてるのいっぱいはないけど、あるから、うん、なんだろうな。私でも第2期の、まあ、うん、記憶が新しいからなんだけど、カフカに大爆笑したことがある。ほう、まだ言えないかもしれないから言わないけど、うん、第2期を見てほしい。だから、ほうほう、じゃあ見てもらいましょうか。 あまりにおかしくなったことがないからだっていう、まあちょっとヒント。大好きすぎてテストの時に大爆笑しちゃって。私そうだね、そう、うん、なんか独特なフレーズ、ね、そうそうそう、多い、そういうの多いよね、結構の声だとね、うん、もっと壺に入るの。それがそうなんだよね。 それはね、そう思うわ、うん、嫌味のない声だからね、うんうん、面白い、素敵ですよね。出てくる出てくる、私も印象に残ってる。出てくる、なんでここ出てきたんでしょ、なんだかね、なんかで出てくるんじゃないかな。これでもすごくおかしかったんです。これ出てくるって言ってた気がする。言ってたけどね、うん、何の字になったか覚えてない。なんかね、結構絶望先生ってストーリーものじゃないから、そうそうそう、断片的にしか覚えてないんだよね。そう、やったそばから忘れていくっていう感じなんで、どっちかっていうと。第何話って言われても、うん、あれ何の話みたいになっちゃう。あ、結界を張らせてもらったわ、分かる、まあ、分かる、うん、キリちゃんのやつね。そう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 、人形いっぱい打たれたもね、うん、あら怖かった。うん、そうかではな。なんかあります、愛ちゃん。私この間、うん、神谷さんがよく適当な歌を歌うじゃないですか、うん、適当な歌って、ね、なんて言うんですか、はい、あれをちょっとやらせていただいて2期になって、おう、別に撮ったんですけど、あ、はいはいはい、あれか、あれか、歌を撮ったんですけど、うん、
亀田先生が作詞してくださって、先生適当じゃないじゃないですか ね, ね, そ, れねそれがですね、もうなんか悲惨なことになっちゃうんじゃなんだろう、どういう方向に悲惨なの、ちょっと放送事故になりそうです。歌が得意じゃないんですよ、はあ、なのでちょっと放送事故になりそうなのになっちゃったんですよね、うん、何反省会になっちゃうの、ね、結構無茶な歌とか歌わされるから ね, ねだってこの前だってあれだよ、僕軍歌歌わされたよ。あーそうだ、あー歌ってた、大変だったんだからあれだって、あれ無茶ぶりだったね、監督のあれも、私たち先出ちゃったけど、そうそうそうお疲れ様でしたとかって書いてる、どこで流れたかはあの皆さんあの第2期をよく見てください、ね、そうそうそう、うっすら流れてます、軍歌なんて本当にそうですよね、はい、うっすらっていうかよく見て聞いて、絶対わかんないと思うよ、ね、ちゃんと入れてくれよって感じだよ、あんだけ頑張ったら、ね、はい、ちなみに歌ってるのは僕と、中村くんと、上田さんと、大中とあとなぜか小林優が、あれゆうちゃん歌うのさ、あ、はい、あの低い声出るか分かんないんですけど一応あの男性の方に紛れて歌わせてって言ってた、あ、そうなんだ、へえ、面白そう、なのでぜひ見てくださいね、よろしくお願いします。じゃ続きまして愛ちゃんお願いします。はい、これは絶望ネーム数学のできない理系さんからいただきました。突然ですが声優さんの情報に疎い僕のために、声優さん全員に理系文系体育会系を3つで分類してください。ちなみに神谷さんは体育会系、新谷さんは文系の匂いがします。へー、これ生産の情報に疎かったら分けたところで分かんないんじゃないですか、なんか分かんないけど、うん、まあ、それはね、その通りですけど、うん、あ、そうですか、神谷さん僕体育会系に見えます、私理系の匂いがする、あー、なるほどね、あ、白衣のイメージがあるから、白衣のイメージ、それこの前来たからでしょこの前来たからでしょ、そうです、理系のイメージがありますね、なるほどね、りょうちゃん文系、まあ、まあ文系な感じするけどね、うーん、あー文系な感じする、おー、ありがとう、アイポンの文系、この3つだったら文系か、あえて言うならね、まあ人をねステレオタイプに3種類に分けるってのはまず無理なんだけどね難しいですけどね、血液型の4つだったら怪しいもんなのにさ、でもそんなんだったらここにいる人に体育会、あ、体育会系いなさそうだね、でもね構成作家 T35 歳サバ読んでるらしいはなんとなく体育会系に見えなくもない気もする水泳が得意、あ、だから妙にいいからしてな、そのせいか、あ、そう、なんかそんな感じしますよ ね、 なるほどなるほど、なんか分かったわ、うん、でもメガネ率って異常に高いですよね、そうなの、スタッフ的には、そう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 、じゃあ次行きましょうか、はい、お願いします。絶望ネーム砂漠の真ん中で靴ずれさんです。野中さんは3年ほど前、伝説の某ステルビアラジオの収録が某大輔さんの家で行われた時、水島貴博さんに見えてますよ見えてますよ見えてますよとおっしゃっていましたが、どれほど絶望的でしたかそうですね、見ましたね。おい、やっぱじゃあ大樹さん嘘ついたんじゃん、ね、じゃあ、あいつ嘘ついてたんじゃん。この間ゲストに来ていただいた時に、あの、アイポンの前に裸で出たっていうのは誤解だって散々わめいていたんですけど。裸で出たは確かにそうですけど。そうなんじゃん。大樹さん出たんじゃん。あの、ラジオの録音やった時に、シャワーの音がしたので、開けたら、大樹さんがあの、生まれたままの姿で、シャワー浴びてらっしゃったので、ちょっとあの見ましたね、大中を大中を見た、大中、水島貴博の大中の部分を見た、あ、そこは残念ながら、あ、大中自身は見れない見てないんですけど、ちょっとこう見ちゃいましたね、お尻とか背中とか、ね、ちょっとバックショットだったので、あ、前はちょっとあんまり分からなかったんですけど聞いてないよそこは後ろは見ましたねそうですか、はい、じゃああいつ間違ってないじゃないか、ねえ、そう、さんざん、いや違うっすよ、あ、だからそれはもう、だからもういいっす、じゃあそれでいいっすよみたいになったけどいやそれでいいっすよとは言ってなかったと思う言ってなかったけど、なんかね大樹ひたすらねそれは違う違うって言ってたよ、愛ちゃんに俺はそんなことしてないって、うん、あ、なんでだ、もう時効ですかね、3年だったら時効じゃないですよあ、じゃあ見ました見ました、ほら、あー、もう嘘つかれた、嘘つかれた、くそ、見ましたね、残念です ね、 ねリスナーも騙したってことでしょ、そうですよ、なんてこと、ひどいな大中は本当に、あ、でも大中さんの大中さんは見てないので話をしているもしかしたらそういうあれだったのかもしれな
ないですね。大中さん的にはね、そこ見せてないから OK だろ的な。俺は水島貴博だけど大中は見せてねえよ、みたいなことだったんじゃないですかね。あ、そうか。あ、だったらまあ嘘じゃないのか。わかんないですけどね。そういう問題なの。見せなきゃいいの。わけわかんねえ。以上、ラリルレ絶望の谷谷でした。はい、ラリルレ絶望の谷谷は、今回で最終回です、今までご視聴ありがとうございました。また来世でお会いしましょう。SZBH、 こちらはさよなら絶望放送です。本物だ。こちらは自分がこんなところが普通だ、人並みだというメールを募集し、新谷さんが普通って言うなと叫んでくれる番組です。では早速ですが、絶望ネーム携帯のフォルダが迷惑メールのみさんからいただきました。普通って言うな。タクシーが止まる寸前、メーターに向かって上がるな上がるなと念じてしまいます。普通って言うな。そうね、ね、普通あ言いますね。思う思う思う、すっごい思う。あるね。うん、念じるのに輪をかけて、もうその今出てるメーター分の小銭としか用意しないの。上がった瞬間にああとかつって財布から出すんだけど、なんで上がるかなとか、上がらないように念を込めてその金額しか用意してないの、もう近づいてくると。ここで今のダメだよ。え、なんで？今ファンに、なんで悔しいじゃん。ファンに見せられない顔してた今。どうでもいい。悔しいじゃん。だってわかるけどね、近づくともうそこの金額しか用意しないようにしてる。そう、わかりますね。うん、そうだよね。なんでだろうね、あれね、思っちゃうよね。うだったらもう 200m 進んでくれ。そうそうそう。ちょっと思う、思いますね。普通ですね、非常に。じゃあ続いて、はい、絶望ネームホップステップジャンプさんからいただきました。普通って言うな。テレビで鳴ったインターホンとか携帯の着信音に反応してしまいます。普通って言うな。うん、携帯の着信音、特にバイブの音が、あれはね、あれなんでだろうね、わかんないですよね。あれテレビから鳴っててもおーってなるよね。別に着信音とかインターホンが鳴ってもおーっと思わないけど、携帯のバイブの音だけはね、テレビで鳴ってもおーって思う。確かに着信はほら自分の設定してるしてないで分かっちゃうけど、うん、あとインターホンも何種類かありますもんね。あるあるある。でもね、バイブに関してはね、一通りほとんど同じだからね。鳴り方のあのパターンでしか区別できないですもんね、うん、でもやっぱ聞こえてくるとビクってなる。インターホンも似てませんか、テレビのやつと自分ちなんか同じやつが鳴ってるとびっくりする。ね、似てるのが多いってすごい思う。でもほら鳴るところが違うから、テレビとインターホンの場所が全然違うから。でもなぜか携帯だけはテレビから鳴っててもなんかどっからどこで鳴ってるか分かんない。あ、そうかも、うん、同じスピーカー、テレビのスピーカーなのに、うん、インターホンとはちょっと違う感じ。そうなんだよね、あれだけなんか不思議なんだよね。 なんでだろうね、あれね。なんかテレビの中で携帯が鳴ってるっていうシーンがあって、携帯が画面に映ってたとしてもなんかそれが鳴ってるようには見えないの、あんまり。あんまりこうミーって見えないですもんね、だって、うん、揺れてないっていうか。あれ不思議ですね、なんでだろう、わからないですけどね。非常に普通ですね、はい。続きまして、絶望ネームワニカリウドさんからいただきました。シャンプーをしようとして間違えてリンスを出してしまった時、とりあえずリンスを太ももの上に乗せて後で使います。普通って言うな。使うの、使うのね、使うの、それで使うのね。あのさっきディレクターが、はい、ああそうなんだ、へえって言ってたんだけど、うんうんうん、絵が想像できるって言ってて、僕もそういうラジオに想像してしまって、なんか女の子が太ももに、ね、はい、女の子がですよ、音がとてもいいんですよ。女の子があっつって間違えて太ももにこうやってにゅるってこう一回こう手からね、こうやってやってる、まあね、そうそうそう、へえやるんだと思って、やりますか。どうですか、あいちゃん。私いつも片手で持ったまんまシャンプー、ちょっと今俺すごい想像膨らんでたのにさ、何それ、がっかりだよ。今度からでもそう、こうします、こうします、こうします。これでも頭いいね、なんか。でもまあここに太ももにこうやって置いたとしても、頭流した時になんか流れちゃう気がするけどね。あの角度にもよるよね、足のその、なんつって、あ、ちょっとでも夢がなくなってきたな。だって
お風呂場の椅子ってそんなに高くないから、うん、確実に付け根に向かって加工してるじゃないですか、角度っていうと、まあね、うん、そうするとリンス置いといたらペニョーって流れていきそうな気がする。流れると思うし、だってシャンプーを流すときにどうやったって膝までさビチャビチャってかかっちゃうでしょ。うわダメだ、どんどん夢がなくなる。そういうポーズしないで。黙ってやめてリョーコ。違う、今のおとなしい方でしょ。あれまあね、アクロバティックになるよね、どう考えてもね。でしょ、こうなっていくかね。あ、逆に反っていくかね。そうかも。うわダメだ、ちょっとでも覗きたいと思った。ほらしょうがないじゃん。ちょっとでも覗きたいと思った俺がバカだった。いやね、それもしょうがないと思う。あ、じゃあ次いきましょうか。はい、これは絶望ネーム年下のおじさん。いやだなこれ。これいただきました。相田光雄の言葉の全てに感動してしまいます。普通って言うな。あーね、感動しますか。しますね。する。私よく道端で、うん、あなたに合った字を書きますとか。あはいはいはい、すっごい近くにいて見ちゃうタイプ。さあ、そうだね。それ何、感動する方ですか。感動します。感動するんだ。します。君は君のままでいい。そう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 、そうだよねって思います。あ、そうなんだ。でもそういう人がいるからああいう人が、まあそういうことだね。そうだよね。よくわかんねえけどさ、なんかあの1枚値段決めてなくて、うんうん、その書いたことに対してお金をくれればいいみたいなさ、うんうん、あのスタンス徹底してるじゃん。やりづら。お金はいくらでもいいんでつって、あなたを見て書きます、でそれを見て、はいはい、お金をください、響いた分だけ、ね、響いた分だけみたいな、うん、でやっぱりさ、君は君のままでいいみたいなこと書いて、それもらって泣いて1000円とか出してる女とかいるじゃない。いやー感動したんだろうね。俺はその姿に感動するわ。ピュアだ。ピュアだね。ピュアだと思う。僕もそうやって生活しようかな。書くってこと？あ、なんか言うの。いい声で。いい声で言うの。今普通にお金取れてるじゃないですか。あ、そうか。お金取れてるからいいか。でもじゃあ例えば何を言ってくる、うん、なんだろうな。じゃあ私とアイポンに言ってください。響いたらじゃあ、なんか。ああ、もう、なんだろうな、君が思う服を着たらいいと思うよとか。それちょっと。あ、それどっちに言った、それどっちに言った、たとえ裏がヒョウ柄でも。確か。嫌味にしか聞こえなくなってきた。ヒョウ柄。ああ、ヒョウ柄な、うん。コートの裏地がヒョウ柄なの、着せずして。嫌なのこれ、撮りたいんだけど。そうかね、行って。やだ、響かない。アイちゃんには、うん、そうだな、ポカリスエット飲んで早く良くなって。それ普通にいいこと。響いた。すぐ良くなるよ、人間ですか、ミツオみたいなこと。ミツオで別人じゃないですか。あ、そうだね、披露してからみたいなことでしょ。まあまあそういうことですね。いざとなったらそうやって生計を立てますよ。じゃあ、あ、いい声使ってね、はい、いい声使ってね、はい、ぜひ頑張りまーす。はーい、では最後に一言。普通って言うな。まだ人に言ってるけど言われると恥ずかしいですね、なんかね。SZBH SZBH、 こちらはさよなら放送です。終わっちゃった。もうなんかダメだね今日ね俺ね。SZBH SZBH、 こちらはさよなら絶望放送です。ああ、わざわざ CD まで買ってなぜコメントなんかつけてるんですか。はい。使いますよ。ちょっとこちらは自己完結型ポジティブさんの高度なポジティブっぷりを紹介する番組です。まさにすごいそのまんま。素敵。音が違いました。合ってる。なんか想像以上に合いすぎてて面白かったね、うん、面白かったですよ。ああ、じゃあ、よかったよかった。すごい今気に入っちゃった。絶望ネームさすがさん、女性の方からいただきました。はい、借金が1000万円を切りました。あともうちょっとです。1000万ってあとちょっとってどんくらいやったんだろう。元金はいくらだったの。元は元金はいくらだったらあとちょっとなの。1000万であとちょっとって言えるってことは、まあ、うーん、わかんないけど、例えばじゃあ1000万借りていたとしましょう。はい、残りあと100万返せば全部返済できます、うん、あとちょっとって思う。
思う。思う。1000万もともとあって、うん、だってもうその10分の1になるってことでしょ、うん、もうちょっとですよって思う、うん、ってことはその方法でいくと、えもしや1億くらい借りてた可能性がありますね。どうやったらそんなに、わかんない、会社とか立ち上げたとか、立ち上げたか、もしくは何かの気まぐれで、ああじゃあちょっとマンション買うかみたいになって、おっと億単位のマンション買ったとかああなるほどね、うん、1000万でもうちょっとだって、でももうちょっとだから頑張ったらいいんじゃないでしょうかね。そうだよね当たり前だけどねそうだね、借金は返さなきゃいけないもんですからね。そうそうそう、頑張ってくださいね、さすがさん、頑張れ頑張れ。はい、続きまして絶望ネーム田舎者さん、女性からいただきました。この前泥棒に6万円盗まれました。110番したら警察が10人くらい来ていろいろ調べていきました。6万円は戻ってこないけど珍しい体験ができたから安いもんですよね。6万円で警察官10人雇いました彼女は。すごいね。そう考えるとなかなかさ10人来ないぜ。確かに。だって交番に行ったっておまわりさん2人ぐらい、2人ですもんね。なかなか10人集めるの難しいよ。どっから10人も来たんですかね。いろんなところから来たんじゃないかな。すごいですね。6万円平和だねここ。さすが田舎者だからかな。これ偏見か。名前だね。偏見を持ってしまった。いやでもそこで6万はでかいかもしれない、うん、大事件だったんじゃないですかね。あそこの地域では、うん、そうで、まあ、普段平和だからとにこうやばいやばいやばいってみんな来ちゃった。ああそっか。でも平和なところに警官が10人いたってもすごいですね。すごいよね。隣町の隣の隣から来たとかそんな感じですかね。え、うん、しかもそんな6万円っていう金額が盗まれて、うわ大変だっつって6万円がじゃなくて10人も集まってくる地域だとしたら、うん、犯人とかも割とすぐ分かんない。分かりそう。 あいつじゃみたいな。確かに、うん、分かりそうですね。結構ねこれは絶望的な。取っちゃった人はあの 自首した方がいい感じですね。と思いますね。すぐバレちゃいそうですね、うん、まあでもこれはいいことですよ。こういうふうに思えばいいんですよ大体いろんなことをね。なんか嫌なことが起きたとしてもなんかそんな体験できるもんじゃねえぜっつって、ねえぜっつって、あれなんか空襲しないなんか調べた。その通りその通り。じゃあもう次行ったらいいんだね。こんなこと無視してさ。いや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 。じゃあ1本、はい、はい、絶望ネーム因果切断さんからいただきました。全部ひらがなです。はい、ね、自分の給食のご飯に牛乳がぶちまかれていました。炭水化物とカルシウム一緒に摂取できて一石二鳥です。へえ、ポジティブですね。よかったよかった。なかなか一緒には取れないからね。そうですよ。子供の頃って割と平気だったけど普通にご飯を食べながら牛乳を飲むって今あんま嫌じゃない？ああ嫌だ。確かに。ドリンクとして牛乳をチョイスするっていうのは、うんうんうん、ない。カレー以外にない。おお、カレーはあり。うん、カレーは私牛乳絶対。あれ違うの？普通じゃない？あるんだ。そういうのあるんだ。多分。私はカレーに牛乳はありだけどご飯のみはないな。うん、ね普通にお味噌汁と焼き魚とご飯とたくあんと牛乳っていう。なんかゲップするとちょっと嫌なんですよ、ね、牛乳の感じがですね。そう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 、あ、分かる分かるけど今なんかちょっとつながりは果たしてあったのだろうか焼き魚的なものから。まあでもその通りだよね。嫌なんですよ、ね、焼き魚と牛乳と飲むとちょっと嫌ですよね。嫌ですけどちょっと嫌ですよね。ゲップしないでください。まあそこかそこだね。じゃあ次行く？行きますか。はい、じゃあ絶望ネーム普通人普通人さんからいただきました、うん、はい、最近まで僕は自分のことを絶望的な人間だと思っていたんですが、さよなら絶望放送を聞いているうちにそれほど絶望的でもないことに気づきました。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった、役に立った。よかった、あなたの役に立った。よかった、それだけが僕は嬉しい。三つをということで最後に一言。皆さんポジティブですね。SZBH SZBH こちらはさよなら絶望放送です。ではそろそろ人生もこの CD もおしまいです。あーいや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 結構喋ってきましたけどいかがでしたか、はい、皆さんでしたかね。アイコンどうでした？面白いですね。
これ嬉しいですね、ファンの人。なんで決めでかかっちゃうの。大丈夫かな、うん、大丈夫かな、嬉しいかな。嬉しいんだと思いますよ、これ嬉しい内容になってるかな。これおいくらですか。3000円です。あ、じゃあバッチリですよ。バッチリか。バッチリですか。3000円だったら安い方ですかね。もう全然安い方だと思います。普段だったらタダで聞けるんですけど。そうなんです、これでもほら iPhone の iPhone ゲストは、うん、ね、そうだよね、初だし。そうだよ、初体験の iPhone だこれが。そうだよ、そうで聞けることで、うん、なんとかファンがな、あなんとかファンが来るんだろ、うん、なんとかファンの人たちがね、なんとかファンの人たちが大切にした方がいいと思うぞ。そうですね。ほらじゃあそのなんか、うん、お金取れるような声出しておいたらいいかな。そうやな。おーさあ来たけど、こっちだったら大丈夫ですかね。りょうちゃんもどうでした。いやなんか DJCD ということでしたが、なんかあんまいつもと変わらなかった。変わんないね。っていうかそもそもさ、さ昨日何昨日から引き続きじゃないですか。まあぶっちゃけそうですね。言ってみれば、はい、昨日の夜からつながってますでしょ。はい、あんまりなんかそうなんですよ。昨日の夜あの本編の方を撮ってたんですよ。実はね、実はね、おお楽しそう。私昨日の夜いたのにな。あ、昨日はね残念ながら、ね、別の人来ちゃったんだ、うん、ゲストに。あ、そうなんですか。あの見損ねた、あいちゃんが見損ねた、見損ねた人が、うん、水島さんじゃなくて大中さんがね。大中さんがいることになるじゃないですか。嫌だ。大中さんが大中さんで大中ですっつって来ちゃったんで。嫌だ。あと今のアクションも嫌だ。神谷さんそのアクションがもうちょっと嫌です。大中ごめんごめん、嘘そう、昨日の今日なんですよ。そうなんです、実は。だ変なテンションなんですよ、我々スタッフ一同。ちょっとあのなんかちょっと深夜乗りですよね。深夜乗りっていうかね。今だってまだそんなにあれでしょ。そうそう、深い時間じゃないんですけど、特にディレクターはあの昨日のヤギ対ロシア女の編集をひたすらずっと深夜までやってたらしくって、マジ結構疲れてるっていう状態で今回の DJCD 作ってるんですけれども、すごいヤギ対ロシア女が聞きたかったです。ああ感動するよ。いい話、いい話、えいい話。ヤギ対ロシア女泣いたもん俺。ヤギってだってメメメーと、うん、ロシア女、ロシア女どういうイメージだと思う、ヤギ対ロシア女と聞いて。メーメーするつかよ、するつかよ、なんとかかよ、なんとかかよ、のてまよみたいな、そういう戦いがこう起こらないじゃあなんで、それさその通り、それそれそれ、そうだった、まさにそれなの。それで最後なんかいい話に転んだんだ。そうすっごいいい話だった。神様出てきたんだよ。うん、どういう風になって神様出てきたと思う、それで。神様、神様出てきた、そこに どっから出てきた。まず上から降りてきたのか、それともヤーってきたのか、どっちだと思う。どっち、神様だから上から来たね。上から来たね。上から来て、喧嘩はやめなさいみたいな、仲裁に入るじゃん。満足げなの、でもそれで、おじさんは。おじさんの、実はね、おじさんな神様。そうそうそう。おじさんなんですか。でもおじさんなんだけれども、実は神様だったってことなんだけども。正体は神様。おじさんは満足げなんだよ。なんで満足げになっちゃったと思う。ロシア女と恋に落ち、じゃあヤギを飼おうかみたいな。じゃあみんな家族だみたいな。おお、あ、なんかなんか、ある意味正しい。そうそう。その通りだったんですよ。それでね、それをね、あの大中がね、もう本当にね素晴らしく朗読してくれてですね、またね感動したんですよ。でその流れで今日があるんで、ちょっとねおかしいんですよ今日、ごめんなさいね。っていうかあのね、聞いてくれてる人、本当にね聞いてくださってる方もなんでだろうみたいな。まあね、もう次はないと思いますけどね。あのこれで最初で最後だと思いますけどね。何が DJCD って思うでしょ、うん、私本放送の告知のところで第1巻って言ってる気がするんですけどね。おお、2巻があるかもしれないですね。じゃあでもほら第1巻で目打っといたとしても、まあね、第2巻は出ないこともあるじゃん、よく。あるある、そんなことはよくあることですよ。じゃあまあ終わりってことで、うん、まあこれで最初で最後だと思うので、ね、皆さん、この CD をね、まあ対戦しなくてもいいですけれども、まあ最終的にはあの鳥よけとかにも使えますから、まあまあキラキラしますからね、そういう方向で使ってください。よろしくお願いします。お願いします。あの今日は本当ありがとうございました。ああ、こちらこそ、ありがとうございます。本放送の方にもぜひいらしてくださいね。はい、ぜひぜひ。本放送の方に、はい、よろしくお願いいたします。ではこの CD はここまで。担当は愛しきのぞみ役の神谷博士と、人を並み役の新谷涼子と、フーラカンカ過去ペンネーム役の野中愛でした。それでは今回のお別れの一言、絶望ネームメソウさんのリクエストで、ぐ
これどっちかな。あ、そう、あ、でもカフカですよね。はい、学級委員ではないフーラです。世界を我が手に。プリー、さよなら絶望放送DJ CD 第1巻1巻。この CD はフィクションであり、登場する人物、団体、組織名、一条さんは架空のものです。オトブログ絶望反省会。こちらは CD だけの特別番組です。大変残念なことに、こうして絶望放送が CD になってしまいました。お買い上げくださった皆さん、本当にすいません。せめてものお詫びとして、この番組では1回から12回までの放送を振り返り反省してみたいと思います。はい、第1回2007年8月28日更新、夏だ、さよなら絶望放送、冒頭にミニドラマからピーヨンが入る、なぜこの2人がキャスティングされたのかわからないという絶望的なオープニング、絶望先生より改造の方が好き発言。これ、りょうこちゃんですね。してない。いや、したけど、してない。ああ。まあ、そうでしたね。うん。1回目かなり、ピーヨン多かったですね。多かったですね。本編の方も多かったですね。うん。申し訳ありませんでした。すいませんでした、本当に。はい、絶望先生より改造の方が好き。そんなことない。発言。そんなことない。これについてはどう思われますか？もう今じゃ絶望先生一色。では、第2回お願いします。第2回2007年9月4日更新、聞く前に飛べ、ミニドラマでナーミンという痛い子が登場。ナーミンは2回目で出てきちゃったんですね。もうみたいですね。なんか、ああ、本当にすいませんでした。本当にすいません。本当にすいませんでした。ごめんなさい、しっかりこんなところでナーミンという子が出てきてしまったばっかりに、14回目でしたっけ、でやりましたね。14回目の放送は皆さんにお聞き苦しい放送してしまいまして、大変申し訳ありませんでした。第3回2007年9月11日更新、オオサンショウウオ戦争、リスナーから大量の嫌がらせメールが構成作家に届く。いきなり他番組のタイトルをパクるも反省の色なし、絶望の谷谷シリーズですね。ガチホモからのメールや、ヤギ対ロシア女など絶望的メールが届き始め、リスナーも絶望的であることが発覚とのことです。まあ、嫌がらせメールと書きましたけれども、うん、非常にたくさんのメールをいただきまして、そうなんです、この件に関しては本当にありがとうございます。ありがとうございます。他番組のタイトルをパクるも反省の色なし、むしろ向こうがパクってるんじゃないかぐらいな勢いだったんですけど、皆さんからのご指摘を受けまして本当に申し訳ありませんでした。調子乗ってますからね、今。ちなみに、今、僕らの声を取ってくれているミキサーさんは、本家の方の、スタッフさんでもありました。スパイか、スパイか。本当に持ち帰るなよ。企画を持ち帰るなよ。申し訳ありませんでした。すいませんでした。本当すいません。はい、ガチホモ、やりたいおし女、本当にすいません。いろいろ、そうですね。まあ、まあ、でもヤギ対ロシア女は最終的には感動的な話だということが分かったので、そうですよ、この辺に関しては皆さんにもご納得いただけたんじゃないかと思うんですけどね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ4回行きましょうか、はい、はい。第4回2007年9月18日更新、世界の中心として軸がぶれている。最初の番組ゲストが神谷さん、しかもゲストギャラはもらえず、ステッカーの話題が出るものの未だに作られていない。これ僕ここで発覚したんですけど、ゲストギャラはもらえてないんですね。まだ振り込まれてないんでわからないんですけど、あ、もらえてないと。あ、わからない。ディレクターなので僕はわからないと。交渉中ってちょっと多くないですか？その言い訳ちょっと多いですね、この番組。ステッカーの話題が出るものも未だに作られていない。あ、結構前に出てたんですね。最近の話だと思ってたけど、そうですね。意外と前だったんですね。作られた。CD についているわけですけどね、作られていますが、残念ながら、SZBH のロゴの、さよなら絶望放送のロゴで絵は入っていないという。おかしいですね。久保田先生にお願いはしたんですけどね。したんですか？書いてくれませんかと。ああ。メールでね。そうだ。だけど、まあ、残念ながら、返事が来ないという。はい、ああ、うちは別作品なら書くよってきましたからね。ああ。むしろね、海野先生が乗り気であるという。ああ、ありがたいですけど、はい。ありがたいことですね。簡単なものだったら母さん書くよっていうふうに優しい言葉をいただきました。ありがとうございます。温かい。ありがとう。じゃあ続いていきますか。はい。第5回。はい。2007年9月25日更新、
踊る赤ちゃん人形の家、ちゃんとしたゲスト、小森桐役の谷井飛鳥さんが番組に、希望その1、シャネに皇帝ペンギンのデザインがパクられていたことが発覚。スルーしましょう。はあ、怖いですね、これ。まあ、でも、希望その1があったということで。希望があったのが良かったですね。あ、皆さんにもこの辺はちょっと喜んでいただけたんじゃないかと思います。そうですね。はい、では、第6回、2007年10月2日更新、いつもお部屋で暮らしてる。神谷さん本人を前にして、受けか攻めかといういじめ的特番。特番だったか、そうだ。谷井さんの、神谷さんは人気声優ではない発言。あ。まあ、あ、まあ、あれは。その通りなので、何の問題もないと思うんですけども。いや、もう最近アイドル声優じゃないですか、神谷さん。やめてください、そんなんじゃないですから。アイドル声優じゃないですか。いつまで経っても僕は、新人のつもりでやらせていただいてます。いやいや、大先輩でございます。何言ってるんですか、とんでもないですよ。いや。はい、じゃあ続いて、はい、第7回、2007年10月9日更新、間違いの悲劇。ヤンデレ紹介コーナー、愛が重いが、がっくりするほどの人気番組に。更新日が1日早かったため、アニメ第2期の発表をさせてもらえなかった。そうですか、そうでしたね。そうでしたね。愛が重い、がっくりするほど人気。このがっくりっていうのは、母さんからのメールのフレーズですね。がっくりするほど面白かったですという海野先生からのメールの、はい、ありがとうございます。引用ですね。ありがとうございました。ありがとうございます。アニメ2期の発表を、更新日が9日だったために。たったの1日。はい、10日解禁だったんですよね。そう、なので、はい。放送自体はですね、4週間ぐらい聞けるんですけれども、ね、アーカイブが残るので、はい。一言も触れてないと。触れることもできずに、できないと。中途半端な放送になってしまって。はい。すいませんでした。はい。大変申し訳ありませんでした。ないっす。はい。じゃあ続いて。第8回、2007年10月16日更新、先生の忘れた公式。アニメの公式ホームページからリンクが貼られていないことが発覚。同人ラジオ扱いに。まあ、同人ラジオ扱いなのは未だに変わらないですか、解消されていません。キングレコードさんにですね、キングレコード様に散々言ったんですけれども、はい、言っても、残念ながら、ダメですね。皆さんもう少々お待ちください。そうですね、いずれは。はい。はい。こうして CD も出たことですし。そうです、そうです。はい。同人 CD になってしまう。同人 CD ですね。これが。これ、今のところじゃ同人 CD という扱いですね。あ、現時点で。困る、それは困る。大変申し訳ございません。はい、ぜひ貼ってもらうように。そうですね。はい。続きまして、第9回、2007年10月23日更新、浴槽で発見された2期。神谷さんはこの番組のせいで、いつまで経ってもお芝居が見に行けないことが判明。そうですね。はい。その通りです。そうでした。でも僕もいい加減学習したので、はい。絶望放送のあるレギュラー日が分かってきたので。いや、遅くないですか？そうですね。最初結構イレギュラーとかあったんですけれども。あ、まあ最初はそうでしたね。はいはいはい、だんだん分かってきたので、はい、その日は外すという方向で、今、解決を見ています。はい。はい、よかったです。ありがとうございます。はい、では、第10回。2007年10月30日更新、次元エア。久米田先生より先に、氷川先生をスタジオに呼ぼう発言。久米田先生より海野先生にステッカーを書いてもらおう発言。これは。あ、そうですか。そうでしたね。久米田先生よりも先に、氷川先生を。呼んで。そうですね。はい。海野先生にステッカーを書いてもらう発言。はいはいはい、先ほどもその発言しましたけれども。はい。素敵な方ですね。素敵発言あったかい。もし、2巻が、この絶望 CD2 巻が出たとしたら、それには、はい、じゃあ、あれ、ごめん。前向きに検討させていただいて、ね、僕がマネージャーになって、母さんにちょっと交渉してみたいと思います。ありがとうございます。もし2巻があればの話です。うん、我々のモチベーションの問題もあるので、2巻がありますと言われても、みたいな感じになる可能性がありますので、皆さんその辺はご了承ください。すいません。はい。第11回、はい、2007年11月6日更新、アンナ・カエレニナ。ちゃんとしたゲストに小林優さん登場、希望その2。ミニドラマで原作者も監督も訴える発言。イベントでは、口パクで歌う宣言。これは、僕と涼子ちゃん両方がしています。やべ。うん、共にしていますが。していますね。あの発言以降、イベントなどで歌は歌われましたか？いえ、イベントの、命も聞いてませんね。今後ライブ等が、ご自分のライブは？あ、ご自分のライブはありますよ。それは口パクではない。いえ。それは口パクではないです。ご自分のライブは口パクにするって言ったら、大人がみんな怒り狂うので。そうですよね。はい。歌詞カードすら出してもらえない現状、はい。そもそも我々はイベントで歌うことがないということが発覚しましたので、でね、皆さんご安心ください。はい、そして
小林優さんがゲストに来てくださって、ね、はいはい、まあこれ希望ですね。希望です、ね。皆さんにも希望が見えたんじゃないでしょうか。あんな帰れになだけで笑える私。そうですね、素晴らしい回でした。素晴らしい回でした、はい。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃ続いていきましょうか。第12回2007年11月13日更新、友情の物語。神谷さんの魅力がなくなってしまう発言。これは小林優ちゃんですね。一方、杉田さんはキャスト決定前から大人気。はい。ということで。まあ、杉田さんの人気に関しては、絶望的なことでも何でもなく、まあね、杉田さんの実力ですから、ね、はい、何も触れることはないんですけれども、ね、ただ、なんで絶望先生役は杉田さんじゃないんですかっていうメールを送ってこられるとですね、はい、はい、軽くへこみます。そうですね。はい。それはそうだ。たとえ冗談であったとしても、はい、軽くへこみます。はい。でも、送ってきてください。メールはね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。小林優さん、神谷さんの魅力がなくなってしまう発言。はい。これはですね。これも解決済みです、本編の中で。あ、解決済みです。分かっていただいた方も数名いらっしゃったみたいですので。あ、そうですか。時間があれば神谷さんの魅力も言ったらどうですか的なメールに対して、話す前に、次に行っちゃいそうになったので、うん、神谷さんの魅力を語る時間がなくなってしまう。そういうことです。ちょっと時間がっていうのが足りなかった。足りなかったんですね。それだけです。ま、大丈夫です。もともと魅力なんてものはありませんけどね。とんでもございません。こんな放送が、総集編にできないことはお分かりいただけたかと思います。残念ながら絶望放送の CD は2巻も発売される予定に大人ではなってるみたいですけども。へえ。まあ本当に期待しないでください。携帯が半年以上になってますけど。